津田一土田聖一は、日本の論理学者、古神道学者、郷土史や、元東京帝国大学助教授、元神宮工学館教授、元旧生成形高等学校校長。1887年、秋田県由利郡八島町に生まれる。秋田市藩学校では、田村徳次、菊地とラシと共に、クラスの三羽ガラスに数えられた。1907年、 同校を卒業し、東京高等師範学校英語科を経て、1915年東京帝国大学文科大学哲学科を卒業した井上哲次郎の門下生であった。東京帝国大学大学院へと進み、1919年東京帝国大学文科大学助教授となる。1921年東京帝国大学文学部助教授。1925年には。 論理学研究のためドイツ・イギリス・アメリカに留学した。1927年に帰国し、旧正東京高等学校教授兼東京帝国大学助教授となる。1930年、聖一の口述出録、矢島師団を出版。1932年、神宮工学館教授に任官され在官中に、著書、伊勢神道と尊能思想。 神と日本などを書いた。1937年、同教授を異岸退官し、旧正成形高等学校校長兼成形、小学校校長に就任。教育方針は神ながらの道に立脚した日本人教育の実践であった。1945年10月2日に、町の旧正疾患で死去し矢島町の流言寺に葬られた。同日付で訓四頭随法庄を除訓。 1977年33回期の法要に、祭祀聖一の同僚、後輩、文下生らの寄稿集、土田聖一先生の思い出が刊行された。八島町町民家、矢島の歌は彼の作詞である。土田家の先祖について、海山神社の海山神社演技の記述によれば、歌唱三年に、美の国下二軍、土田村から、出羽国荒沢郷に来て、 同年六月十五日に、鳥見山六の矢島口山道を開拓した、火、吉江、大野吉江兄弟が海祖と伝わる。その子孫は、江戸中期から明治に至るまで、八島藩主伊古間家に仕えた家柄であった。当園に、金納の子出地多公平がおり、妻の父、高根秀夫は、東京美術学校校長で、儀系の清水義次郎は日本テレビ放送網、社長。こに。 警視総監の土田国康、国立歴史民俗博物館館長の土田直重、国税庁長官の土田正明、国保の学府に野口明。孫には国康長男で、東京大学名誉教授の土田隆太郎、国康次男で、早稲田大学教授の土田健次郎、国康三男で、東京芸術大学教授の土田秀三郎がいる。ありがとうございます。